超ネタバレ3分でわかるワンピース。忙しいあなたへ送るコミックス第90巻の内容をサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。強敵カタクリを倒しカカオ島を脱出したルフィたち。だがビッグマム海賊団に捕まり、なんとサニー号が撃沈。いや、これってジンベイが率いていた太陽の海賊団の船。敵の目がおとりの船に釘付けになっていた頃、サニー号はわだつみに運ばれ海中を潜航。しかしすぐに敵に見つかってしまう。ジンベイの船出を邪魔させまいと大艦隊の前に立ちふさがる太陽の海賊団。その仲間の思いにジンベイは、ルフィたちを逃がそうとしんがりを買って出るジンベイにルフィは再会を約束。次に会うのはワノ国だ。ビッグマムに牙を剥いた麦わらの一味の活躍は瞬く間に世界中を駆け巡る。そのニュースはもちろん四皇たちのもとへも。そしてルフィの懸賞金も爆上がり。さて今度の額は10億ベリー。ついに懸賞金でもカタクリ超えだ。一方レベリーを間近に控えた聖地マリージョアには各国の王族たちが続々と到着。その中にはルフィたちがよく知る面々も。白星、ビビ、レベッカ、それにドクター・クレハたちまで。しかしここで思わぬトラブルが。白星が天竜人に捕まった。でもこの天竜人どこかで見たような。そうだ、シャボンディ諸島でルフィにぶちのめされたチャルロス。しかも護衛役は元 CP9 のルッチ。天竜人の無法ぶりに怒りを抑えきれないネプチューン。その拳が振り下ろされようとしたその時、白星の窮地を救ったのはなんとチャルロスと同じ天竜人。かつて竜宮王国に漂流し乙姫王妃に助けられたあのミョスガルドだったのです。バカ息子がやられたとの知らせを受け駆けつけたロズワード。しかしこのクマの変わり果てた姿は、かつての仲間の無残な姿にサボは怒りを燃やす。同じ頃五老星のもとをシャンクスが訪れます。四皇が世界政府の重鎮に話すとは、これはただごとじゃなさそう。そしてついに始まったレベリー。その裏で怪しげな動きを見せる五老星。イム様と呼ばれるこの人物は一体。そして切り刻まれた写真の意味するものは。さてお待たせいたしました。いよいよ舞台はワノ国へ。先に乗り込んだフランキー、ウソップ、ロビンはすっかりワノ国の住人に。でゾロは、今回もまたやらかしちゃいました。辻斬りの疑いをかけられてしまったゾロ。しかし奉行が真の下手人と見抜き見事成敗。でもどうするのこの後。そしてルフィたちもついにワノ国の海域に到着。巨大な声に導かれ危険を承知の滝登り。仲間と一人はぐれてしまったルフィを待っていたのはヒヒ。獣まで刀を持っているとは、ここが噂のワノ国か。続くチャンネル登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを押してねー。